これどうなんだろうな、これは。ここどうかどうかね。これもなんかそんな感じするね、これ。これ。このなんか古墳ですよ、これね、見た感じは。入れないか。木を切り倒したんだけどね。これもそうかもしれない、ほんなら、ひょっとすると。もうこれもそうやな、見た感じ、こう。ほら。前方後円墳。あ、こんな感じだったな、あのさっきの画像がさ、こんな感じの画像見たんだけど。ここが入られへんな。これは入られんぞ、またこの。これは地層が出てるから、ちょっと違うかね、これ。これ歩いたとこあるっていうことは、これ、人が歩いてます、ここ。これ、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 これ。ここはなんだ、これ。これもこんな感じすんね。まあ、誰か聞いたらわかるやろ。ね、誰か教えてもらいましょう。これ、これもこんなですよ。あ、これは古墳の可能性が高いぞ、こっちの方が、これ。これ、墳丘があって、さっきのところもよくね、前方こういうふうに見えるけど。これは間違いなかろう、これ。看板も立ってないけど。あ、これはいいね。これは手前がね、前方部で、奥が後円部やったらね、間違いないですよ。ちょっと横を歩いてみようか。約半分はね、伐採してあるんでね。その辺もなんか古墳がおますよ、ほら、これ。古墳、古墳だらけど、ほら、ほら、これ。看板もなんもないもんな。これは可能性高いね、これ、これ。前方、こっち後円部。上上がってみようか。墳丘から。こっちの方が可能性が高いね。藤山古墳。ほんで山が土になってます、間違いなく。竹と松の木がいっぱいでございます。これだと5、60メートルあるね。あ、これ間違いないね、これやね、こっちやね。で、今火薬かけたとこやけどね、こんな感じでね、こっちは間違いないわ、これ。今木を切ってあるということはね、調査しやんのかな、今から。ずいぶんね、後円墳が高いけど。これはいいね。はい、松の木をね、上に伐採してもらってるから、入れたんやね、これ。で、前方もちょっと歩いてみようか。これなんか穴が掘ってあるからね、調査されたんかね。ねえ、わからんね。もう形間違いないです。これはもう前方こういうふうでございます。素人が見てもわかる。ほら。まあだいぶ土が流れてるからね。こういう感じで、ここがね、方墳の、前方方墳の方やね、こっちね。すごいことね、まずです、ほとんどこれ切ってあるの。もう何、40、50本切ってあるんじゃんかね、これ。ここからね、後円墳見てみると、こんな感じでございます。こんな感じでね、後円墳ね。もう切り払いやろね。これで調査できましたよ、これ。ここ間違いなく、ここでございましょうね。さっきのところ何でございましょうかね、あれは。
どこもね、こういうふうに見えて仕方ないんやけどね。さあ、降りようか。いやいや、こけんように。朝からね、どこから上がってきたんだね。え、どこから上がってきた。わからんだね。おお、こんな山やわ。これ下からわからんね、これ見てるな。まあ、上から見ると大体の輪郭がね、わかんないけど、ここね、ここ豊富の。いやいや、よかったよかった、これは。はい、撤退しましょう。こっちでございましょう、おそらくね。すごいんですよ、カズラが。この真っ赤さが、カズラがね。マスの木かよね、杉と思ったら。この横はどうだろう。この横ももう一気当たる可能性あるね、これ。分からんけどさ。はい、こっちでしょうね、おそらく。間違ってます、最初言ったやつもね。ナビはあっこさすんやけどね、さっきのところね。はい、ありがとうございました。